すがにこの辺りまで来れば誰もいないはず。まさかのぞみさんと一緒にアイドルとして歌うことになるなんて。でもアイドルとはいえ歌は歌、ちゃんと歌えるように練習しないと。アイドルらしく歌うか。考えてるだけじゃ何も変わらない。まずは何度か歌って調子を整えないと。だいぶ良くなった気がする。この調子で練習を。どうして魔物が縄張りに近づきすぎたの？こっちに来る。こうなったら一人でも戦うしか。あなたは？助けていただいてありがとうございます。防ぐので精一杯。わかりました。そのまま攻撃を防ぎ続けてください。私も戦います。風の精よ。え？ありがとうございます。すみません、取り乱しました。もう一度最初から。風の精霊よ、我らの前に立ちはだかる敵を打ち果たしたまえ。ふう、よかった、なんとか倒せましたね。驚きましたよね。実は私召喚師で、歌で精霊を召喚できるんです。あなたが魔物を抑えてくれたおかげで歌に集中できました。ありがとうございます。すみません、あまり人から歌を褒められたことがないので、どうしていいのかわからないんです。先ほどは助かりました。人がいない場所を探していたら随分奥まで来ていたみたいで。実は私、ギルドの仲間とアイドルをしているんです。ただアイドルとして歌うことに自信が持てなくて、だからもっと練習しようと思ったんです。ここならあまり人も来ないので集中できますし、でもやっぱり一人で来るのは危険ですよね。練習は諦めるしか。一緒に来てくれるんですか？確かに誰かがそばにいてくれれば魔物が来ても大丈夫だと思いますけど。でもご迷惑になりませんか？あなたは優しい方なんですね。今日は大変なこともありましたけど、あなたに会えてよかったです。そういえばまだ名乗ってませんでした。私はチカです。あなたは？これからよろしくお願いしますね。